はい、レオンチャンネルです。今回紹介するのはこちら、仮面ライダーぶっ飛ばソウルオフィシャルメダルホルダーです。はい、先日プレ版限定でぶっ飛ばソウルのオフィシャルメダルホルダーがメダル24枚付きで世界偉人6バージョンとして予約が開始されましたけど、普通に一般販売系も限定メダルが付属して発売きましたね。限定メダルが1枚ついて定価が3500円で、今回は2980円で買いました。ちょっとホルダーの割にお高めかなと思いましたけど、今調べたら同じ形の大メダルホルダーが定価2700円ですから、そう思うと価格相応なんですかね。パッケージをぐるっと見回すとこうで、正面がめっちゃ派手ですし、横を見るとゴライダーが映ってて、後ろは解説、ぶっ飛ばソウルメダルを最大24枚収納可能。ベースの形は完全に大メダルホルダーと共通ですが、超豪華両面イラスト仕様で箔押し。で、今回特にすごいのがこれですよ。大キャスト製の黄金レアメダルが1枚付属。くじガシャポンの大当たりでもらえる。大キャスト製メダルの限定版ですね。僕は今のところ前売りについてきたこの金バージョンしか持ってませんから、今回のメダルで2枚目です。ではレビューしていきます。それと先日カードショップに行ったらぶっ飛ばソウルが中古で売ってましたので、いくつか持ってないやつを買いました。どれも200円とか300円ぐらいで売ってて、これが長髪で持ってないやつ。さらに、鋼鉄か、エナジーとか普通に出そうと思ったらかなりお金かかりますから。さらに、ジャンプ力アップ。そして、レアメダルも、これも300円ぐらいで売ってて、星5の G3X、ライダーパワーが5000。キャラクターによっては2000円とか3000円とかするものもありましたけど、リーズナブルなものだけセレクトして買ってきました。これも安かったんですよね。ライダーパワー5400の無限魂。で、G4。こちらも星5でライダーパワーが5100。ということで、僕のレアメダルの一軍系もまた新たに数が増えました。こういう集め方もありなのかな。ではテープを切って開けましょう。大メダルホルダーと比較しようと思って今玩具のおもちゃ棚を探してたんですけど、あるはずなんですけど見つかんなかったっす。最近おもちゃの量がもうめちゃくちゃ多くって、おかげさまでパッと見つかんないことが多いんですよね。はい、出すと、お、あ、こんな大きかったっけ。そして重い。さらにめっちゃ派手。おお、箔押しすごいですね。これはゴージャス。シンプルさは全くなくって、めちゃくちゃ派手なものが入っておりました。なんかフィルム的なものがついているように見えますけど、剥がすものではなくて、内側に箔押しの絵があって、その上からクリアパーツで押さえてありますね。なるほど、これは劣化とかがなさそうですし、こっちの方が絵柄が層になっててかっこいい。確かに3000円ぐらいしても問題なさそうな質感ですね。めっちゃかっこいい。中身はオフィシャルメダルホルダー本体と、この部分のロックを2箇所外して開けるとメダルが入ってると思われます。ん？おー、来たー！これだ。これが今回の限定メダルの仮面ライダーエグゼイドハンターアクションゲーマーレベル5フルドラゴンの黄金メダルが入っておりました。重い。さすがダイキャスト。ひんやり金属感があって、この金メッキが豪華ですよね。星は6でライダーパワーは5500。超強い。僕の持ってるやつも星6ですが、こっちは5500ですから、一人じゃないキャンペーン対象ではありませんが、ゲーム的なドット背景になってて、こっちとは絵柄がまた全然違いますね。カチカチすると、この金属音。登録できますよね。登録すると1ポイントもらえます。詳しく絵柄を見ると、こんな感じですね。そして、メダルホルダーの方は、中がスポンジ、固めのスポンジになってて、パッと見は大メダルホルダーと全く変わりませんね。同じように24枚収納可能で、ここに指を入れることで取り出すことができると。大メダルを持ってきましたので、はまる？あ、さすがに、K が違いますね。ブカブカ、ひっくり返すと取れます。なので、ここのサイズはちゃんとぶっ飛ばソールに合わせてありますが、作りとしてはおおよそ同じ。で、ぐっとはめ込むことで、気持ちよくこのようにはまって、一番奥まで押し込んで1ミリぐらいスペースがありますね、上に。で、引っ掛けて取ると。かなりしっかりはまりますから、一回はめてしまえば、ひっくり返したり振ったりしても落ちることはありませんね。では、僕の1軍メダルを適当に入れていきましょう。向き的にはこうなのかな？縦がいいかな？エナジー系を順番に入れていって、この辺は毎回使いますからね。僕パワーアップ、腕力アップでしたっけ？あれ、出たはずなんですけど、多分、くじガシャポンのところに、置いてきたっぽいんですよね。忘れてきちゃったっぽいんですよね。1枚出て、うわーみたいな感じでめっちゃ喜んでたんですけど、一人で。その後家帰って、1軍を入れてるこのケースを見たら、ないんですよ。めちゃくちゃショック。あれしかもすごいレアで、中古とかでもかなり高額取引されてますもんね。はい、とりあえず僕の持ってる1軍メダルの中から攻撃力、ライダーパワーが強いものを24枚揃えました。24枚というか、エナジー系も合わせて24枚揃えました。さすがにレアメダルとかが入ってるとなかなか見た目がいいですし、この状態でパタッと閉めることもできます。そしてロックしてしまえば、大事に持ち運ぶことがいけますね。大人の僕が持ってこれくらいのサイズ感で、持ち運びには特に問題ないサイズだと思います。表紙をちゃんと見てませんでしたね。近づいてみると、シューティングゲーマー、スナイプと、スポーツアクションゲーマーの、シューティングゲーマーじゃない、ドラゴンガンですね。すべてハンター状態、この4人は。スナイプのドラゴンガン、ゲームのスポーツアクションゲーマー、エグゼイドのドラゴンファング、右腕が全く見えませんが、おそらくブレイブのドラゴンブレードだと思われます。そしてレーザーのドラゴンファング、ちゃんと両肩が見えておりますね。このキラッキラに光ってて、ライダーごとに微妙に色が違いますから、本当に豪華。周りの金部分はすべて白押しですね。ぐるっと全体を見るとこんな感じで、ここがロックパーツでカチッカチッとパーツがずれますし、後ろはヒンジ。で、裏返すと白押しの平成ライダー大集合ですかね。これはどういうライダーの組み合わせなんだろう。アルティメットフォームに、龍騎サバイブ、コンプリートフォームに、無限魂に、サイクロンジョーカーエクストリーム、アギトのシャイニング、で、電王のこれ羽が生えてますから、ジークもてんこ盛りに参加してる超クライマックスフォームですね。僕が持ってないのもありますけど、一応ぶっ飛ばソウル化されてるライダーが映ってるんでしょうか。なんとなくランダムすごい。そして中身を見ると、パカッと、僕の一軍でさらに厳選したメダルはこのようなラインナップですね。ライダーパワーが5000以上がこのあたりにいて、というか限定品が多いですね。入場特典とか前売り系がありつつ、ゲームの限定のやつとか、前回出たケリ属性のハート様とマッハチーサー。さらにライダーパワーが高いこの辺の4000台の子たちがいて、プロトスナイプ、これ気に入ってます。そしてエナジー系ですね。混乱とか挑発とか縮小化、透明化などいろんなものがあります。ぶっ飛ばソウルのくじガシャポンで当たるためには敵の弱点とかを細かくつく必要がありますから、24枚だとライダーの種類とかを考えるとちょっと少なめな気もしますが、本気で僕みたいに絶対全部弱点ついてやるみたいな感じで行くとかなりのメダル枚数が必要になりますけど、普通に強いメダルだけ自分で揃えて遊びに行く分には24枚でも十分だと思われます。とりあえずこれを使ってぶっ飛ばソウルをやりに行きたいんですが、これ持ってたらめっちゃ目立ちますよね。あれ絶対レオンチャンネルじゃんみたいな。これで金メダルが2枚持ってる人がいたら僕です。で、なんか平日の午前中とかでいたら僕です、それは。あと、未だに僕、レアメダル当たってませんから、年内1回ぐらいは、金メダルは出なくてもいいから、1回ぐらいは大当たりを当てたいですね。この間夜の閉店間際に行ったら、夜9時前ぐらいかな。めちゃくちゃ人がいました。平日に大人たちが。僕も含めて大人たちが並びませんでしたけど、いや、ぶっ飛ばソウル人気ですね。一応サイズ比較はこうで、レベルアップライダーシリーズとかデラックスゲーマードライバーとかと比べるとこれくらいのボリューム感です。まあそんなに大きくありませんから、持ち運びには問題ないですし、ビジュアルはかなり派手ですけど、なかなか高級感があっていいと思います。一応 QR コードも読み込んでみましょう。はい、やっぱり特にポイント数は変わらず1ポイントでした。特別な限定メダルだからって3ポイントとか4ポイントとかそういうことはありませんね。そうだ。ちなみに他の妖怪メダルとかそういうのが収納できるかどうかも一応やってみましょうか。ここにフニャエースがありますから、お！いける。めちゃくちゃバッチリ。おー。作家さんにしても大丈夫。振っても外れませんから、一緒に持ち歩くこともできますね。なんとなく妖怪メダルにも対応しております。はい、ということで仮面ライダーぶっ飛ばソウルオフィシャルメダルホルダーを紹介しました。僕はとりあえずこれガチで使います。ガチで持ち歩きます。大メダルホルダーをベースにしてますから、すごいちゃんとした作りで、堅牢性も高くって、僕の1軍メダルを持ってしても相手の弱点をつけない場合は、このホルダーから強いやつを出して使うような感じで、エナジー系とかも。なので、持ち歩きますので、もし持ってる大人がいても、声をかけないでください。いい大人がホルダー持ってゲームやってるなみたいな感じで生温かい目で遠くから見守っていただければいいと思います。でもね、これほんといいですよ。おすすめです。入荷してるとこが少ないっていう話ですけど、一応僕は普通におもちゃ屋さんで買いました。以上、黄金のレアメダル付き仮面ライダーぶっ飛ばソウルオフィシャルメダルホルダーの紹介でした。